ANA クラウンプラザホテルウベは山口県ウベ市にあるホテル。アイハグ ANA ホテルズのフランチャイズホテルで、ウベ工産市会社である株式会社 UBE ホテルズが運営する。2011年12月1日にウベ全日空ホテルからリブランドした。1983年に国内18番目の全日空ホテルとなるウベ全日空ホテルとして開業した。 村の東郷の衣装設計による、宇部高山ビルに入居する。周辺地域では、数少ない本格的なシティホテルであることもあり、宇部高山、ひいては山口県における、芸品館的役割を担う。政治家等によるパーティーや講演、各種学会の会場として利用されることも多く、2006年11月には、国民文化祭開会式出席のため皇太子の、 山口県五行系の際にお白書として利用された。最上階のバンケットホールからは、巣を灘に面して展開する、科学コンビナートや上市街を一望に収めることができる。2011年に ANA クラウンプラザホテルウェイ、リブランドし、国内12番目のクラウンプラザホテルとして、リニューアルオープンした。ありがとうございます。